場所はとりあえず武器庫のダウンロードのとこでもう5秒以内。ってかあの名屋さんの足元。撃ってるなら誰？ガミさん？いや名屋さんのことを撃ってる。じゃあ違うか。ガミさんならワンチャン。さっきガミさんに入れといて今撃つありえねえだろ。じゃあ行きますかね。はい。ありがとうございます。気持ち悪いおじさんついてきたな。またクロメイト。うどんうめ。もうちょっと。てれれ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 ってよく歌ってるけど、これ何なんだろうな。あらあら、お前さんメイン脇やね。高田さんと左行ったイメージあるけど、あ、多分お前じゃエレキ下ってるし、どこ行ったんだろうなこれ。高田さんどこ行った？貨物に抜けてんじゃん。俺は今バイタルでバイタル見て、お前じゃ今見たばっかだけど2秒前にはもう死んでた。でお前じゃエレキ下、俺ゴミ抜いてエレキの価値タスク、バイタル今入ってバイタル見て2秒前に死んでて、ちょっと上に移動して終わりだから、うん、わかんない。貨物トントスさんに白は出せそうかな。うん、貨物に行ってるんやったら白出してもらいたい。梅、工藤、ネロが無理。左側です、ざっくり。エンジン真ん中左側。わかんないけど、ちょっとエレキに残ってる可能性もある。とりあえず。竹、ガミ、ハタ、無理。ほら。ミーティング？ミーティングです。僕今、金庫室で扉が閉まってる状態、左側の。それを開けようとしてるところで終わり。あ、扉は一番最後に閉まったの。まあ、状況は多分あって。一応宿舎分け、宿舎分け3人いて、僕と2人が、もう2人が誰だっけ？あ、僕と福上さんと多分竹尾さんもいる。そうで、なんか僕以外の3人は全員ミーティングに向かって、僕だけ金庫行って、なんかやけにボタン時間かかったなと思ったんですけど、ミーティングに行ってないからですね。あ、行ってない。あ、何か悪いあれがあったのか。はい、いやそんなまあまあ、ならまあでも高田さん目線でエレキに降りてるのは確実ですよね。エレキは絶対降りてる。俺がゴミ抜きと思わずそのままエレキ下り、俺がエレキ下り、勝ちタスク、上が全部繋がってて、そのままバイタル抜けられるルート、96繋がっててルートでバイタル抜けてバイタル見て終わってるから。まあ、じゃあ上の人たちは無理なんじゃない？名屋さんが唐突さんに白出すなら、名高しかない。いや、でもエレキに残ってるやったら俺も全然変わってない。あれ、唐突さんどこいるの？唐突どこだ？え、俺今メイン左のドア開けたとこっす。いや、まあ、トータスさん俺から塩出すわ。トータスさんがインパスだったら俺切ればいいから。ああ、まあ確かにそれはそう。シャワーの奥で、うん。会ってて、そこで、まあ切らずにわざわざ行って切るっての意味わかんないから。うん。まあ俺から塩出して。ガチャの場合な。まあ逆にトータスさん目線もそうじゃないですか。うん、そう。メイヤさんは俺切るんが丸いと思う。俺アーカイブ端脇やったし。そうだよね。俺の本性はとりあえず貨物に抜けてそうで、どの道、左側で湧いた人は無理だと思うけどな。あれ、貨物に行ってる場合は誰ができるの？高田さんと明谷さんしか一応容疑者残ってない。そうだよね。うん、ルート的には多分6級がつながってるから、ガチャガチャやってる場合は俺がエレキ入った時に多分おまおじと会うな。上からぐるっと回らないと4番戻れないから、ただ多分貨物に抜けてると思う。まあ、素直に高田さんの気するけど、ウィッナイボーナイス。まあ左側でかなり死に合いだったら、基本俺目線は高田さんで落ちてそうかな。高田さんと俺とおまおじがメイン脇で、で高田さんの主張は高田さんがゴミ捨て行って、でおまおじはエレキでしょ。キッチン側に抜けてる場合とかは大丈夫ですか？絶対無理だね。3人全員一緒に動いてるから。うん、停電直したの、停電直したのが俺。うん。で、この後は工藤梅と合流してずっと一緒だから。オッケーです。まあ、トータスさんじゃないと俺は思うので、うん、まあ僕がスキップでいいと思います。よし、俺スキップでいい気がする。ジャンガ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 。さあ、どうなる？死にたくない。いやー、誰だ、神さんに言えたの。僕です。
ガミさん、ムラリのない行動してたから。みんなでしたでしょ。はい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 。え？あれ、ガミさんが弁当から出てきたと思うんだよね。え、弁当タスクしたところで上からメイタケが走ってきたのは見ましたけど。え？あれ？まあ、微妙なライン。マジで。あと、確実にそっち行ってるのも、多分工藤さんあたりから出る。とは思いますけど、弁当は使ってないです。場所はとりあえず武器庫のダウンロードのとこでもう5秒以内。えっ、ていうか名屋さんの足元。シェリフ打ちなんてないよな、さすがに。いや、ないと信じたい。まあ時間はもうかなり30秒ギリギリな気はするけど。打ってるなら誰、ガミさん。いや、名屋さんのことを打ってる。あ、じゃあ違うか。ガミさんならワンチャン。さっきガミさんに入れといて、今打つありえねえだろ。さっき、竹雄さん、ガミさんですから。マジで5秒前ぐらいまで名屋さんと竹雄さんがなんか、イチャイチャしながら走ってたんですよ。で、多分一緒のタイミングだなとして、今 50% ぐらいのところでレポートだから、いや、マジ、鬼貴直近と思って。で、僕が武器庫の上の2丁を取って入れて、出たらもう死体でした。うんうん、5秒以内。でもこれね、僕武器庫下のやつを入れて、で今キッチン展望で終われたから第三者入れんのかな、旗神明以外で。上から行けるのか一応。でそのガミさんの真偽は、正直分からんけど、俺は弁当から出てきたように見えたけど、インポスターと入る意味あるかなっていうぐらい。僕はキッチン脇です。あ、それはそうで、武器、エンジン、配線、エンジン、弁当。これ多分シェルフいないよね。なさそうか。さあ、誰を釣るか、釣らないか。シェリフいないんだったらワンチャン俺切ってる可能性あります。すみません。俺があのガミさんの弁当見たと思って鬼貴に踊ってたから、鬼貴がそれで切った可能性はあるかもしれないです。あ、だったらガミさん切りに行くんじゃないの。そう、ね、いやいや、俺鬼貴が見えてないで、俺はガミさんが弁当から出てくるように見えて、でそれを鬼貴にガミさんが弁当から出てきたよってアピールをしてたのを、鬼貴がシェリフで人外だと思ってきた可能性はあるけど。だったら果たしての釣り切りで終わりだよね、目安して。シェリフじゃない。あ、まあそうですね。果たしての釣り切り、だってこのターンはシェリフ自爆だった場合は、入れてないです。シェリフじゃなかった場合 は、 場合はそうだね、基本はシェリフさんかなとは思うけど。ないと思うけどな。いやー、ありえないっしょ。思っちゃうけどな、撃ってんのかな。まあ、鬼貴なりの理由がある可能性があるから、基本ないと思ってるけど。でもその状況知らない人間しか切りえないと思うから。あら、慎太郎は多分貨物側。慎太郎さん死ぬの？梅健さんです。神さんがもうすんごい転がりタックル慎太郎さんにかましてました。僕が診察ダウンロードやってて、コミサボなってて、なんか診察ダウンロード中って左下若干見えるんですけど、そこから誰かが右の方に行ったら見えたから、よっしゃ追っかけたろうと思ったら、ガミさんが扉開けて慎太郎さんにゴーンってぶつかりに行った。1億パーガミさんです。僕のストーリーも聞きますか。梅健さんがダウンロードにいたのは確か でそれを追い抜いて僕は貨物にドア開けて入ってます、うん、で、そのまま走ってったら、慎太郎さんが多分右から来たんですけど、金庫方向かどっかからとすれ違った瞬間、通報が光って、で戻ったら梅健さんがいました。それは僕がフェイクタスクを診察ダウンロードやってて、ガミさんが見えていってるのにもかかわらず、はい、
神さんが行った後慎太郎さんが来て切れた。僕と慎太郎さんがすれ違ってない読みの切るじゃないですか、うん、いやもう僕には分かりますよ。神さんあれ絶対切る時、切るする時にあのもうね、なんか肉弾戦車って言いながら多分切るしてた。無限に入れようかな。めちゃくちゃゴロゴロゴロって言ってどっちから入れても現行犯者だったらって勝ちだと思う、うん、いやもうどっちからこれは弁当容疑で神さんに入れちゃおう。ああ弁当は入ってないんですよね。入ってないんだ。でもインポスター、インポスターはインポスターえ、鬼木はセリフ、え違いますよ、追っかけ てそんなわけない。まあそんなわけないか、ポタさんか。え、ガミさんがき、え、よく入る、ね、2人とすれ違ってで、うん、なんかうまいこといかないかなって後ろから折り返して追っかけたら2人でダウンロードしてたから、いいや切っちゃえって。いやすごいな、紙切りだな。